まして6連敗とかになると夏ぐらいまで難しいっていうイメージで、ゲームの負けた時と勝った時って疲れが全く違います。意外にだから大変なスポーツですよ。江川卓の高され。プロ野球が開幕しました。はい。開幕から広島が6連勝。はい。巨人は連勝して1敗した後に6連勝。うん。ソフトバンクは開幕から8連勝。うん。逆に阪神は9連敗。はい。日本ハムが5連敗して1勝した後に4連敗。うん。結構連勝とか連敗っていうスタートが多く見られたんですけども。うんうんうん。チームにどういう影響を与えるんでしょうか。まあ選手も監督もそうですけれども、非常にインパクトとしては大きいですね。3連敗っていうのは通常、まあ、3連敗したから3連勝次の対戦でやればいいじゃないですかっていうふうに思う方は多いと思うんですけど、プロ野球の世界って前も申し上げましたけど、その実力の差ってほとんどないので、3つ負けたり勝ったりするってことはあんまりない、難しいんですよね。だから日本の場合は3連戦が多いので、まあ、1つ勝つと負けが1しか減らないということになるので、それが3つ負けてしまうということになってくると、大体戻すのに3ヶ月ぐらいのイメージ、2ヶ月から3ヶ月かかると思っていただいたらいいと思いますね。だから3連敗しちゃうと、1ヶ月あれば戻るよって思われるかもしれないけど、3連戦で2勝1敗ずつやったとして、9試合かかるわけですよね。9試合ってことは大体1日月曜日が休みだったりするから、なんとなく2週間近いかかるんですけど、それがどっちかが1勝2敗になると、やっぱり結局考えたら1ヶ月は最低かかるっていうことなんで、でも9連敗してるっていうことは2勝1敗になるケースってのは少ないんですよね。当然力がちょっとその時バランスがすごくチームの力がこう年間変化しますよっていう話をしたんですけど、チームのバランスが悪いから9連敗とか7連敗とかって連敗をしているわけで、その後に急に2勝1敗ずついくかっていうところいかないんですよね。1勝2敗、2勝1敗、1勝2敗とかっていうのがいくと、大体チームのその力っていうのが戻ってきて流れが良くなっていくのに、大体2ヶ月か3ヶ月かかると思っていただいたらいいので、非常に3連敗するっていうのは大きいんですね。まして6連敗とかになると、もう夏ぐらいまで難しいっていうイメージでやっているのが選手、監督だと思いますね。それほど大きいんですね。3つ負けるというのは、ね、かなり痛いんですよ、やってるものとしては。でもテレビをご覧の皆さんとかこう YouTube をご覧の皆様は、それは3つの負けだから3つ勝てばいいじゃんっていう理論上そうなんですけど、3つ負けるっていうことはなかなか2勝1敗にならないっていうふうにご理解いただいた方が分かりやすいと思いますね。貯金の考え方、3連敗と例えば5連敗したチームをやるとどっちか2勝1敗になりますよね。まあ、引き分けないとしてですね。そうするとそっちは少し浮くんですけど、こっちはより負けるわけですよね。そういうことがその6チームで1つの理由がある、相手5チームありますから、回ってくるその負けてるチームには回ってくるまでにしばらく時間かかるわけですよ。あとは強いチームとやるわけですよね。勝ってるチームとやって弱いチームでやってまた勝って強いチームっていう組み合わせになるので、計算上はやっぱ2ヶ月から3ヶ月っていう計算になるんですね。だからジャイアンツとカープは非常にいい滑り出しをしたんですけど、阪神はかなり苦しいだろうなと、夏ぐらいまで。その矢野監督が、一番最初にお話ししましたけど、どっちに出るかっていう話は夏にならないと分からないって言いましたけど、出だしの非常に好調の5回までものすごい点数を取っていたものをひっくり返されたっていう、ショックがかなり大きくて、あそこでバランス崩しちゃってるんだと思いますね。選手のモチベーションとか成績とかっていうのにもなんか影響はしてくるんですか？疲れっていうのは、勝ったゲームで疲れるのが30ぐらい、肉体的な疲れがあるとしますよね。で30疲れたものは勝ったっていうことで50ぐらいプラスがあるんですよ、数字でいうと。だから勝った時のゲーム後は疲れはあんまり感じないんですけど、負けた時は70ぐらいもうがっかりするっていうか、その負けた原因の人がいるわけですよね。エラーしたとか投げミスしたとか打てなかったとかっていう人が負けゲームが出てくるので、勝ったゲームっていうのはそれ全部ほとんど関係なくなるんですよ。勝つとミスしてエラーして失点したけど逆転してくれたらそのミスはあまり目立たなくて、終わった後も別にショックじゃやっちゃったなぐらいで終わるんですけど、これで負けたとなると次どうしたらいいんだっていう落ち込みは普段の皆さんの生活と同じですね。そのどういう失敗か知らないですけどうまくいかなくなったなっていう感覚の時の人間の落ち込みというのは非常にこう大きいので、ゲームの負けた時と勝った時って疲れが全く違います。だから例えば3連敗5連敗しているってことはその積み重ねがものすごく大きいので相当もうダメージ大きいですね。目で見えるその負けが3ついてるとか以上に、はい、結構大きな差がもうすでについているっていう見方、はい、目に見えるのは 3連敗ですけど、心の痛みはかなり大きいです。それ見えないんですけどすごく落ち込みますね。チーム全体が、もちろんコーチもそうですよね。連勝とか連敗の傾向って昨シーズンもシーズン中にヤクルトは8連勝ですとか7連勝で阪神も8連勝で巨人だと10連敗、パ・リーグだとオリックスは11連敗、逆にソフトバンクは8連敗あったんですけども、こういう連勝連敗が結構目につく目立つようになってきてるんですけど、この辺のなんか傾向ってなんで起きるかですよね。まずピッチャーは核になるピッチャーが何人かいますよね。1人か2人。そのピッチャーがバイオリズムがあってピッチャーもずっといいピッチャーでもいいわけじゃないのでこう悪い時がこってきます。その時に負けた時に他のピッチャーは、勝ち負け激しいわけですからそれが、点数を、取られるわけですよね。で核になってここで勝つっていう予定のピッチャーがもし調子悪かったらここで負けるわけですよね。とその時にたまたま打線のバッターもずっといいわけじゃないですからいい時と悪い時といい時悪い時繰り返してるんでそれが全部重なった時に連敗というのが起きるわけですね。そうすると何連敗もあそこで彼が打てなかったとかっていうことが続いていくとその試合の噛み合わせで点数取れない、ピッチャーが抑えたのに点数は取れてない、いっぱい取ったのに取られちゃったっていうことが続くと連敗というのは起こるんですよね。逆なことも連勝ということがありますね。1点しか取れないのにピッチャーが完封したとかそういうのがこう続いていくと連勝になるし、例えば DeNA っていうのは DeNA の力はずっと一定ではないので強くなったり弱くなったりっていうのを繰り返しながら、先発のいい人の時はちょっと力が上でそうじゃない時には少し下がってっていうことの中でゲームをやっているので。それがこう相手チームも同じことがこう行われている。でも一般的には、優勝予想なんかするともう巨人が1位とずっと強いような気がするんですけど巨人も悪い時はあるわけですよね。その時には負けていくっていうことがありますので特に、勝てるゲームで逆転されてしまったりとか、逆にそういう一本で勝ちを持ってくるとかっていうののチームやっぱり勢いっていうのがかなりそれはそうですね。開幕のだから阪神は確か7点か8点勝ってたんじゃないですか、5回までに。でこれ、今年はすごい打つぞって言ってて、もう当然取れるゲームですよね。で、7回までも7点差ぐらいあったのかな。で、8回、9回に7点ぐらい取られてるんだと思いますけど、そんなことは年間ないのことがもう最初に起こってしまって、そこからパタッと打てなくなってるわけですよね。あんだけ点数取ったのになんで急に打てなくなるのっていう。もうみんなのそこのなんていうか心のこう折れ方っていうのがへっていう中で紐解いてみれば阪神のクローザーが去年いた人がいないっていうことがもちろん要因としてはありますよね。1点取ってたら勝ってたら絶対勝てるピッチャーがいたのにいなくなったとかっていうことも多分あるんでしょうけどそういう中でそういうことが起こってしまうっていうことですよね。それによって心が崩れてしまうっていうか。ずっと優勝争いしてるのに最後になってちょっとこうもう開いたらガーッと開くじゃないですか。で結果を見るとなんか10ゲーム開いてたねっていうことなんだけど本当最後は 2,3 ゲームしか開いてないのに最後もうこっちはもう諦めるから次の年のピッチャー出したりしてこっちは優勝日本シリーズとかにかけてやっていくから差が開くの最後はね。そこが一番分かりやすいと思いますけどプロ野球で、ね皆さんがご存じなくて大きいのは、体力と心ですね。もう体力がない人はもう2、3ヶ月しか持ちません。へばっちゃってもバットがここでど真ん中って言った時にこのバットが出てこないんですね、疲れて。投げる方はギリギリ投げるって言ったやつがもうボールがちょっとかかればっていうのがもうかかんないで抜けてしまうっていう状況が起きてくるっていうことですかね。そういうことの連続なので、その体力的なものは普通のアマチュアと違ってものすごくいるよということと、それから心が結構折れることが多いよということですね。中でも競争してますし、誰が出たら僕は出らんなくなるとかっていう競争心もあるし、そういうことの繰り返しっていうことですよね。意外にだから大変なスポーツですよ。思ってるより皆さんが楽しんでいただくスポーツなんですけど、中は大変だと思います。家族はもっと大変。まあ家族の話でいいですね。はい。まあ連敗してる最中の先発投手のその心境、どういう心境にいるかっていうと、連敗してる結構ケースっていうのは点数が取れないケースが多いんですよ。結構点数いっぱい取ってて、例えば毎試合5、6点取ってる連敗というのは意外にないんですよ。負けてるときは大体ゼロに負けてたり、点数が取れないで負けるっていうケースが結構あってて、そこを投げるときには、あ、点数が今取れてないっていう感覚でマウンドには登ります。だからある程度失点をしないようにしなきゃなっていう意識はありますけど、連敗してるという感じで投げることではないですね。5連敗した後に投げるっていうんで、5連敗してるから負けられないっていうのは、思うのは多分若い人で、あんまり投げたことない人はそういう感覚になるかもしれないけど、ローテーション入ってる人はあんまりそうは考えないです。負けたり勝ったりだと思ってるから、たまたまそこに当たっちゃったなと、味方は意外にいつもよりも取れないなっていう感覚でマウンドに登っていきますね。だからできるだけ失点の少ない方法っていうか、それをこうなんとなく、スコアラーから聞いて自分で判断をして、こういう方が失点が少ないなっていう方法を選んで投げていくっていうふうに理解していただいた方がいいかなと思いますね。連勝連敗、非常にこう負けてる方がきついわけですけども、その時にふとこの季節、日本茶っていうのがありますよね。はい、お茶を摘んで、らっしゃる方というか、干したり手もみしたり大変なんですけど、我々は大変おいしくいただいてますけども、そういう時がちょっと止まった時に、チャンネル見ていただいて、登録をしていただくとすごくありがたいです。新茶の季節に登録ということでよろしくお願いいたします。で去年はだってなんだっけ、あれスアレスと比較するとね、おっしゃってました。中国選手の時に、わと言ってた、見せられた、言ってたよ、やっぱり。やっぱりじゃない、そうですか。